今回の補正予算案ですけれども、ご案内の通り、知事選挙後、日が浅いということもありまして、また選挙期間中に、こちらに来て予算査定を行うというような、時間的制約もありましたので、先般、臨時国会で成立した国補正予算を踏まえた1月豪雨災害への対応は、当面措置を必要とする経費などに限定をして編成をさせていただくことといたしました。その主な内容ですけれども、まず7月豪雨災害への対応ですが、地域産業の再建支援としまして、中小企業者の施設等の復旧を支援するグループ補助金、これはかねてから復興の鍵を握っているということなので、このグループ補助金、また小規模事業者の再建に向けた販路開拓等への支援、そして営農再開を図る農業者のモノレールやトラクター、農業用ハウスなどの再導入等への支援、こうしたことに要する経費について追加措置を講じることといたしました。また被災漁業者の経営継続を支援するために、過去に融資を受けた制度資金の償還条件を緩和しまして、市長や金融機関と協調して利子補給を行うとしています。また社会基盤等の復旧対策ですが、基幹的な交通インフラである JR 予算線の復旧、これはもうすでに開通していますが、この支援をすること、それからキャニオニングなどで有名になりました雪輪の滝、こういったところが被害をかなり受けてますので、こういった園地等の自然公園の復旧、そして被災状況の把握が進みました産地災害発生箇所につきまして、二次災害を防止するための地産工事を行うことといたしました。次に当面措置を必要とする経緯についてですが、まず県有線のブロック塀の問題でございます。詳細点検結果は別途配布をさせていただいておりますが、242施設を点検しました。その結果、87施設で危険と判定されるブロック塀が確認されました。このため、これら施設の安全確保対策を今後3カ年で計画的に実施することとし、まずは特別支援学校をはじめ県立高校のうち通学路に接している箇所を最優先、撤去およびフェンス等の再整備を行うとしました。なお、木材利用促進の観点から、西予市の伝統的建造物群保存地区にあります宇和特別支援学校につきましては、県産材を活用した木製フェンスをモデル的に整備することとしています。また任期満了に伴います県議会議員選挙の実施経費を計上するとともに、愛媛中小企業応援ファンドの造成規模を拡大して新事業展開を支援するほか、八幡浜道路の松川谷トンネルの着実な整備などに取り組むとしています。このほか義務的な経費として人事委員会勧告に基づく給与改定経費を計上することといたしました。この結果、12月補正予算額は一般会計で196億6650万円、特別会計で5億7250万円、企業会計で1億2401万円、合計しますと200とび3億6300とび1万円となります。また、条例等の議案につきましては、職員の給与を改定するための条例改正や、指定管理者の指定などの議案を提案する予定としています。なお、その後の平成31年度の当初予算についてですが、消費税率 10% への引き上げに伴う影響や、増収分を活用するとされている幼児教育の無償化等の詳細はこの段階で全く不明でございます。現時点で本県財政の見通しを立てることは困難な状況でありますことから、当面ゼロシーリングで編成作業を進めているところでございます。豪雨災害からの復興も含め、今回公約に掲げた政策につきましては、
可能な限り具体化を図るとともに、現在国において検討されている二次補正予算についても内容の把握に努めまして、適切に対応していきたいと思います。以上です。